ジェフユナイテッド市原千葉レディースは1992年日本プロサッカーリーグに加盟するジェフユナイテッド市原のホームタウン推進活動の一環として地元の女子サッカー愛好家を中心に結成された1995年には第16回全日本女子サッカー選手権大会の関東地域第1代表として初出場を果たすなど千葉県内や関東地域の大会に 積極的に出場してきた。同年、新たに創設された関東女子、サッカーリーグに参加し初優勝。1997年から1999年には3年連続優勝を果たし、関東屈指の女子サッカーチームとして力をつけた。2000年から日本女子、サッカーリーグ東ブロックに加盟。2004年からは二部制の導入に伴い、L2 に配属された。 2004年までは鈴木正恵が監督兼選手としてゴールキーパーを務めていたが2005年に植村隆氏が監督に就任し鈴木がコーチ専任となると GK 登録選手が不在となりフォワード登録の選手がしばらくの間キーパーを務めるという事態になった2006年セレクションの実施などによる本格的な取り組みが身を結び4位2007年 佐藤内武氏が監督に就任。ディビジョン2で2位となり、12月15日に、ディビジョン1の7位がフットボールクラブ区の位置と入れ替え戦を行うが、PK 戦の末敗退。詳細は、2007日本女子、サッカーリーグなデシコリーグ入れ替え戦を、参照2008年には、佐藤内の川崎フロンターレコーチ就任に伴い上、村が監督に復帰。 開幕から後連勝したのをはじめ、スペランツ会・シータカツキとの2試合、ASL フエンサイアマ FC との1試合を引き分けた、以外はすべて勝利を収め、16戦無敗で終え優勝。ディビジョン1昇格を決定した。2012年、小川志保が再加入。リーグ戦は6位。第34回高号敗では、クラブ史上初の決勝に進出した。 初タイトルを狙うも後半アディショナルタイムの失点で、イナックコ戸・ベレオネッサに敗れ、準優勝となった。シーズン終了後、清水ゆからの引退が発表された。2013年、菅沢優以降、河村まり、上野咲良が加入。リーグ戦は7位。なでしこリーグカップ2013は準決勝、第35回皇后杯は準々決勝で、敗退した。2014年、 斉藤番号6シーズンにわたり、監督を務めた上村に代わり、クラブ OB の三上久子が監督に就任。船田真由らが移籍、対談した。前年から順位を上げ、5位でリーグ戦を終えた。菅沢優以降が、得点王及びベストイレブンを獲得した。第36回皇后杯は準決勝で、浦和レッズレディースに敗れた。2015年、磯金緑らが加入。 前年に続き5位。菅沢優衣子が2年連続で得点をベストイレブンを獲得した。また、フィファ女子ワールドカップカナダ2015に臨む日本代表に菅沢優衣子と山根エリナが選出された。第37回交合杯は準々決勝でアルビレックス新潟レディースに敗れた。シーズン終了後、柳内里リナと河村マリの引退が発表された。 2016年、なでしこリーグカップ2016で決勝に進出。再び初タイトルに王手をかけるも、決勝戦では、日テレベルエーザに4失点を喫して敗れ準優勝となり、初めてのタイトル獲得はならなかった。リーグ戦は7位、第38回皇后杯は準々決勝で、敗れシーズンを終えた。二千十七年、菅沢優以降が、浦和エルに移籍し、鳴宮優衣、 船田真由良が加入。シーズン中には、穂坂のどかが大阪高月に移籍し、山根エリナが海外挑戦のため対談した。なでしこリーグカップ2017では2年連続で決勝に進み、浦和レッツレディースと対戦。後半アディショナルタイムの劇的な決勝ゴールによって勝利し、悲願のクラブ初タイトルを獲得した。リーグ戦は前年に続きなない。 第39回高号杯は、ベスト4の成績でシーズンを終えた。2018年、藤井七が監督に就任。磯金緑が引退し、山崎丸美来が加入した。なでしこリーグカップ2018では、前年の優勝から、一点グループリーグで敗退し、リーグ戦は6位。第40回高号杯は、前年に続き、ベスト4の成績でシーズンを終えた。 2019年、深沢理沙、安西ゆか、桜本久子といった主力が大量に移籍し、大滝浅美らが加入した。シーズン通じて怪我人が続出し、7名まで登録可能なベンチメンバーが5名しか埋まらず、うち2名が GK という厳しい状況に陥り、なでしこリーグカップ2019は、前年に続き、グループリーグ敗退、第41回候補杯では、 作用高校に不覚を取り、リーグ戦も、最後の5試合は1勝4敗と失速し5位で、シーズンを終えた。2020年、レノファ山口 FC、アカデミーダイレクターを務めていた、サルサルワマサハルが監督に就任。キャプテンの上野咲が、浦和ルに西川彩香が、イナック神戸に移籍し、古田父と以外は、大学生選手の加入となった。また、 セバン号シャッフルも行われ、ナルミアユイラ4人を除く13人が、セバン号変更となった。2021年からはこの年に発足する、ウィーリーグにて活動する予定。ホームゲームを開催するスタジアムは、福田電子、アリーナ、z エオリプリスタジアム、フロンティアサッカーフィールドが中心である。2016年6月より、練習場として、 千葉工業大学赤根浜運動施設内のサッカー場を使用している。赤根浜運動施設は多種目の競技場を備えた千葉工業大学の部活動に主に使用される施設であり、これらの資源の相互活用や共同を目的として千葉銀行の紹介、仲介により、同地のジェフレティス練習場としての提供がスタートされている。練習場は大学敷地内であり、また、 千葉工業大学体育会サッカー部も使用していることから関係者以外は原則立ち入り不可であり練習も非公開で行われているクラブハウスについてはジェフユナイテッド市原千葉練習場クラブハウスを参照以前は男子トップチームの前シーズンモデルのものを J リーグアッペンを付けたまま使用していたが2006年シーズンから女子チームもスポンサードを受けたため 独自のものを使用している。PJ マーク、編集2006年から2010年までは、ピーチジョンが、胸スポンサーとなっていた。育成組織として U-18 及び U-15 チームが活動している。2017年現在において U-18 チームは、関東女子、サッカーリーグ及び関東プリンセスリーグに参戦している。サッカースクールなどについては以下を参照。 ジェフユナイテッド市原、千葉アカデミー、株組織を参照 ABCDEFG、クラブガイド、ジェフユナイテッド千葉、日本プロサッカーリーグ、2013年12月16日閲覧。AB ジェフレティスの練習場所変更について、千葉工業、大学赤根浜運動施設内サッカー場へ、ジェフユナイテッド市原、千葉千葉工業大学の、 サッカー上人工芝は不設工事が春工千葉工業、大学学校法人千葉工業大学との包括的連携協定締結について、ジェフユナイテッド市原、千葉2018年3月21日閲覧、株式会社ピーチジョンジェフユナイテッド市原、千葉レディーススポンサー契約について、ジェフレディースレプリカユニフォームの締め切り迫る。三上久子ジェフレディース監督就任について、 ジェフユナイテッド d 市原、千葉、h t t p j e f u n i t e d c o j p n e w s 2 0 1 3 1 2 r a d i e s 1 4 0 4 4 6 9 3 2 0 4 9 6 h t m l 2 0 1 4年9月12日閲覧。ありがとうございます。